商工労働課の若林です。事業継続応援給付金の申請受付期限の延長と支給対象の拡大についてお知らせします。市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け売上の急減に直面し、国の持続化給付金事業の対象とならなかった伊賀市内の従業員が20人以下の事業者を対象に市独自の事業継続応援給付金を支給しています。地域経済が低迷し感染症収束の兆しも見えない中、市内の事業者をさらに支援していくため申請受付期限を3月31日水曜日まで延長します。また申請受付期限延長に加えて支給対象の要件を次の通り拡大します。申請対象は2020年1月から12月までの間、いずれかの月の売上が2019年の同月と比較して 30% 以上 50% 未満減少していることが要件です。今回この要件を拡大し2021年1月または2月のいずれかの月の売上が2019年の同月と比較して 30% 以上減少している場合も申請することができます。申請方法は申請書を記入し必要な書類を添え商工労働課に郵送で提出してください。詳しい内容は市ホームページかチラシをご覧ください。申請書やチラシは市ホームページからダウンロードできるほか、商工労働課、上野支所を除く各支所、上野商工会議所、伊賀市商工会の窓口で配布しています。給付時期は申請書を受理してからおよそ 2,3 週間後、指定の金融機関の口座に振り込みます。申請書類に不備などがあると給付が遅れる場合がありますので、記入漏れや書類の添付漏れにご注意ください。支給対象でまだ手続きを行っていない事業者の皆さんはぜひ申請してください。お問い合わせは商工労働課電話 22-9669、 ファックス 22-9695 までお寄せください。以上、商工労働課からのお知らせでした。